なんだあの黒い奴らは。逃げろヒイラギ。ソウルデバイス起動。無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて意外と熱いというか無鉄砲なところがあるみたいね。なあヒイラギ、これって夢なんだよな。じゃなきゃさすがに意味不明すぎるっての。ええ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢、少なくともあなたにとっては。ヒイラギ。でも安心して、悪夢もいつかは覚めるもの。おやすみなさい、時坂くん。
ここ、あ、俺の部屋。もうやっと目が覚めた。おはよう、こうちゃん。なんだかうなされていたけど、大丈夫？怖い夢でも見たの？しおり。いや、なんでもねえ。ただ、ちょっと昔の。って、なんでお前がここにいるんだ？起こしに来てあげたの。時々様子を見ておいてっておばさんから鍵を預かってたから。インターホンを押しても全然出ないと思ったら、制服のままベッドに入るなんてさすがにだらしなさすぎるよ。制服って、あまた夜遅くまでアルバイトしてたんでしょう。高校生で深夜まで働くなんて本当はいけないんだからね。昨日は結局何時に帰ったの？昨日、あれ、バイトが終わってからどうやって帰ってきたんだ俺。もうこうちゃんってば。起こしに来て正解だったみたい。ほらシャワーだけでも浴びて、それから家に来てね。ちゃんとこうちゃんの分も朝ごはんを用意してるから。お前は俺のお袋かよ。散り際だね。でも綺麗。今年は咲くのが遅かったけど、その分長く楽しめた気がするね。ああそうだな。ほらこうちゃんも急ごう。もうすぐ予定がなりそうだし。ふう、慌てなくても間に合うって。俺は眠いんだよ。少しくらいダラダラさせてくれ。もう2年生になったんだからしっかりしないとダメだよ。それに先生に怒られるのはこうちゃんも避けたいんじゃない？まあな。あ、どうした？ううん、そのなんでもないの。気のせいだと思うから。いいよ、二人さん。おはよう、こう、しおりちゃん。おはよう、りょうたくんに、じゅんくんも。なんだ、一緒に来たのか。うん、さっきそこでちょうど一緒になってさ。お前らの方こそ、今日も夫婦で仲良く登校かよ。羨ましいね、この子ら。誰が夫婦だ、誰が。朝っぱらからうるせえっつの。あら、こうちゃんたら、もしや照れてらっしゃる？バカ言ってんじゃねえ、バカ、このバカ。もう、二人とも相変わらずなんだから。
2年生になってまだ2週間くらいだしね。でもまたみんなと同じクラスになれてよかった。うん、本当に。改めて今年もよろしくね。こちらこそ。げ、もうよれ。ああ、もう余裕だったのによ。とっとと教室に行くぞ。みたいな不愛想な奴のいとこだなんて信じらんねえぜ。誰が不愛想だ、関係ねえだろが。たく、よりにもよって俺のクラスの担任になるとは。いいじゃない、別に仲は悪くないんでしょ。新任なのに担任を任されるくらい優秀みたいだし、授業もすごくわかりやすいよね。いや、それは結構なんだが。こら、コウ君、授業中におしゃべりしない。違うの、今のはなし。ついいつもの癖で呼んじゃっただけで。やっぱ最悪だ。もうおしゃべりしているからだよ。ちぇ、羨ましいやつ。こほん、とにかく問題を解ける人はいない。ちょっと先の範囲だし、やっぱり難しかったかな。はい先生。じゃあ柊木さん、前に出てくれる？はい。合っているかは分かりませんけど、こうでしょうか。うん、正解。途中式も完璧だね。よくわかったね。よかった、予習していた範囲が当たってくれたみたいです。帰国子女、俺らとは頭の出来が違うぜ。柊木飛鳥か、まだあんまり話したことはないが。なんだ今の。こうちゃん、
かし実際ずりーよな。幼馴染だけじゃ飽き足らず、あんな可愛いいとこまでいるとは。ちくしょう、次はナイスバディの若いおばさんでも現れるのか。いいねーよそんなの。りょうたくん、最近ずっと似たようなことを言ってるよね。はあ、いい加減聞き飽きたってば。だってまさかのコウくんだぜ。いつもの癖なんだぜ。まあもう何度もうるせえ。大体お前どっちかっつーと年上好みじゃなかったか。あんな子供っぽいのでもいいのかよ。バッカ、トワちゃんはそれがまたいいんだろうが。くそ、覚えてやがれ。こうなったら俺も今年こそはめくるめくバラ色の高校生活を謳歌してやるんだからな。ああ去年は初っ端から散々だったもんな。あろうことか順に。だ、思い出させんな。あれは俺の黒歴史なんだからよ。ちょっと懐かしいね。そういえばこうちゃん、ヒイラギさんと何かあったの？あ？その勘違いだったらごめんね。なんだけど、トワ先生の授業あたりからずっと目で追ってなかった？それは。へえ。こう、お前な、まさかと思うが、あのヒイラギさんを狙ってるんじゃないだろうな。今年からこの学園に編入したヒイラギアスカと言います。しばらく米国に住んでいたので日本の学校にはあまり馴染みはありませんが、同じクラスの一員として皆さんと充実した学園生活を送れたらと思っています。どうかよろしくお願いしますね。容姿端麗にして成績優秀、それを全く鼻にかけない明るく爽やかな性格、4月にしてすでに男子人気ナンバーワンの座に君臨しているあのヒイラギさんを。ちょっと競争率は高そうかな。だから違うっつの。別にそんなつもりはねえよ。ただちょっとな。ちょっと？いや何でもねえさ。さすがに夢かなんかだろうしな。そういや俺のことよりお前の方こそ何かあったのかよ。今朝正門のあたりで妙に後ろを気にしてたみたいだが。それは、うん、実は最近ちょっと気になることがあって。気になること？近頃変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに何かいるような。何か？まさかストーカーか何かとか？多分違うと思う。ちゃんと確かめたわけじゃないから何とも言えないけど。よくわからん話だな。もしかしてあれか、季節外れの幽霊でも出たとか？もう亮太ってば、もう少し真面目に考えて。うん、もしかするとそうなのかも。なんていうか、人の気配とはちょっと違うような気もするし。え、いや、やだな、しおりちゃん。本気にしないでくれってばよ。不思議な話だね。ま、とにかく何かあったらすぐ言えよ。バイトがある日だって家まで一緒に帰るくらいはできるだろうからな。ありがとう。りょうたくんにじゅんくんも
あまり心配しないでね。はい、ホームルームはここまで。みんな気をつけて帰ってね。ヒラギさん、号令をお願い。起立で。さてと、今日のお勤めもようやく終わったことだし、みんなでどこかに遊びに行かね。なんだ、やぶから棒に。いや、今日は部活が休みでさ。親父たちも商店街の会合っていうか宴会でいねえから結構暇してんだよな。そっか、僕は別に構わないけど。私も家に連絡を入れたら大丈夫だと思う。こうちゃんはどうする？ああ、悪い、バイトが入ってる。マジかよ、バイトって昨日じゃなかったのか？ああ、今日はレンガ小道のアンティーク屋に呼ばれててな。いつも他のバイトを紹介とかしてもらってるからなかなか断れないんだよ。たく、相変わらずだな。コウの家って先月からご両親が海外出張中なんだっけ？1年くらいって聞いたけど、そんなにお金に困ってるの？おじさんたちから生活費は十分もらってるはずだよね。いろいろ差し引いたら小遣いなんて全然残らなくてな。それに俺にとっちゃバイトが部活みたいなもんだしな。そうそう、中学の時からこっそりとやってたもんね。おっす、トワちゃん。もう、トワ先生でしょ。でも中学からってアルバイトとか OK だったの？そっか、純くんは高校からだから知らないんだ。こうちゃん、表向きはお手伝いとして昔からいろいろと手を出してたの。そうそう、おじいちゃんに何度言われても懲りなくて。しかも昨日はまた深夜までアルバイトしてたんだってね。いいですか、コウ君、深夜アルバイトは校則違反です。いとこだからって見逃してあげられないからね。そのうちおじいちゃんに知られちゃっても知らないんだから、うん、ああ、もうわかったわかった。つーか学校でコウ君はほんとやめてくれ。待ってくれ、すまん。覚えてないんですか？ちょっとショックです。でもそっか、そうですよね、最後に会ったのは小学生だったし。
ここのエリューの道場で何度かお世話。お前空坊か。じっちゃんのところに修行に来ていた生島流の師範の。懐かしい呼び方。そうです、あの空です。もうひどいですよ、妹弟子の顔を忘れるなんて。さっきトワさん、トワ先生に挨拶した時はちゃんと覚えててくれましたよ。悪い、しかし驚いたぜ。確か九州の方だっただろ、引っ越してきたのか。あ、いえ、私一人で上京しました。生島流を極めんとするならば、若いうちに見聞を広め、己が修行の場を見出すべし。そんな風にお父さん、師範に勧められたものですから、うん、それで東京組んだりまで。相変わらずの武術一家だな。しかし変われば変わるもんだな。3、4年前は髪型も格好もワンパク坊主そのものだったじゃねえか。それがスカートなんか履いて、なんつうか成長したもんだぜ。もうそれは忘れててくださいよ。ソラ、こんなところで何油を売って。ってあれ、時坂じゃない。おう、相沢か。これから部活か。そう、そこの空とね。なんだ、知り合いだったんだ。そろそろ稽古始まるわよ、空。先に道場行ってるからね。あ、はい、すぐに行きます。なるほど、空手部に入ったんだな。そうなんです。今日のところは失礼しますね。そうそう、ここの絵の道場にも週一くらいで顔を出すつもりです。よかったらそのうち組手でも付き合ってください。それでは。やれやれ、こんなところで再会するとは。しかし、ここの絵の道場か。ま、そっちは気が向いたらだな。可愛らしい子ね。時坂くんも今帰り？ああ、柊木もか。もう帰ったかと思ってたが。クラス委員の仕事で少し呼ばれていたのよ。それでさっきのことはどういう関係なの？もしかして。ちげえよ、子供の頃の知り合いってだけだ。昔じいさんがやってる道場で何度か顔を合わせててな。道場？へえ、時坂くんって武術とかやっているのね。ちょっと意外だわ。ま、最近は全然顔を出しちゃいないが。ん？どうしたの？いや、柊木とこうして話すのもなんだか珍しいと思ってな。同じクラスになってからまだほとんど話してなかっただろ。そうね、せっかく同じクラスになれたし。あら、ああ、なあ柊木、昔どこかで会ってたなんてことはないよな。え？面白い人だったんだなって。でも口説き文句としては
ちょっとベタすぎかしら。今時ステイツの男の子だってもう少し工夫すると思うわよ。そんなんじゃねえっての。ああもうなんでもない。今のはとっとと忘れてくれ。待って、気を悪くしないでちょうだい。そうそう、私の方からも聞いてみたいことがあったの。聞いてみたいこと？昨日の夜のことよ。何をしていたか覚えている？え？なんだ、赤い裂け目、黒い。悪い。昨日の夜と言われてもな、遅くまでバイトが長引いて。ごめんね。深夜のアルバイトをしてるって噂を聞いて気になっただけなの。バイトもいいけどほどほどにね。それじゃまた明日。ああまたな、ヒイラギ。あら、少年じゃない。いらっしゃい。ドモス、ユキテ。いい加減少年はやめてくんないっすかね。はあ、珍しく客でも来たのかと思ったら。今日は何の用だったかしら。いや、あんたの方からバイトに呼んだんでしょうが。そういえばそうだったわね。いつもはよそにばかり斡旋しているからうっかりしてたわ。ゆうべは蓬莱町のバーだったかしら。一応お疲れ様と言っておくわね。どうも、こっちこそいつも助かってるっす。厨房ん時からいろいろと手伝い先を紹介してもらって。せっかくの若い労働力を有効活用しない手はないから。なんだったらそのうち1日2件くらい組んであげましょうか。今くらいでちょうどいいんで。それで今日の仕事ってのは？いつでも始められるっすよ。ああ、その前に昨日のバイトについてだけど、終わったら一応その日のうちに報告を入れるよう。ああ、そういやそうだった。いや、すいません。昨日は深夜まで長引いちまってついうっかりしてたっつうか。本当にそれだけ？何か他に事情があったわけじゃなくて？え？いや、昨日は妙に疲れてたみたいで、バイトから帰ってきたらすぐに寝ちまったんですよね。風邪でもひいてたのかな。どう帰ったかもおぼろげっつうか。なるほど。え？さて、そろそろ仕事を始めてもらいましょうか。報告を忘れたペナルティとしてしっかり働いてもらうわよ。大体こんなとこか。たく、相変わらず人使いが荒いっつうか。少年、そろそろ休憩にしましょうか。人使いの荒いお姉さんが。こ地獄耳目。うっす、今行くっす。
あの日もこんな夕焼けの空だったか。あれからもう10年も経つんだよな。あれは今のしおりか。妙に後ろを気にしながら走ってたみたいだが、まさか。あら、どうしたの？紅茶が冷めちゃうわよ。すいません、少し外れてもいいですか？ちょっと野暮用ができちまって。いいわ、行ってきなさい。まだ時間は残ってるけど、バイト代はおまけしとくわ。どうもっす、それじゃ。思い出した、俺はここを、この場所を知っている。昨日の赤い裂け目、黒い化け物、そしてしおり。どこなんだしおり、頼む、返事をしてくれ。驚いたわね、まさかこの場所を再び訪れているなんて。ヒイラギ、また会ったわね、時坂君。できればいつもの教室で会いたかったものだけれど。ヒイラギ、お前は一体。いや、昨日も見た、ここは一体どこなんだ。それにしおりは。やっぱり記憶を取り戻しているので、落ち着いて聞いて。ここは現実世界と並行して現れるもう一つの世界、普段は見ることも触ることもできない世界の裏側、異界、私たちはそう呼んでいるわ。異界？そしてイクリプスという現象がひとたびゲートをこじ開ければ、人知れず現実世界への侵食が始まる。
あなたと、そして倉敷さんはそれに巻き込まれてしまったの。わけがわからねえ。一体なんでそんなことに。理解できなくても無理はないし、する必要もないわ。とにかく落ち着いて一旦そこのゲートから出て、早くしないと。いけない、下がって。あの時の異界の住人であるカイイ、グリードと呼ばれるものよ。異界のあちこちをさまよい、迷い込んだ人間に襲いかかる。それじゃあしおりは。ええ、かなり危険でしょう。一刻も早く保護しないと。すぐに片付ける。一旦私の後ろに。時坂君、どうして俺たちの町でこんなことが。畜生、俺には何もできねえのかよ。こんなわけのわからねえ状況で黙って見ていることしか。力が欲しいかい。訳がわからねえが、覚悟しやがれ化け物ども。どうだ。しかし、なんだこいつは。どうして扱い方がわかるんだ。ソウルデバイス、異界で戦うための力よ。ソウルデバイス、その名の通り敵各社の魂に移行をして権限するわ。でもいきなりそんな複雑そうな武装が現れるなんて、あなたは一体。細かいことはわからねえ。だから力を貸してくれ、ヒイラギ。この武器もこの世界も訳がわからねえことばかりだ。だが少なくともお前は何が起きてるか分かってるんだろう。しおりを、あいつを助けるためにどうか力を貸してくれねえか。時坂君、いいわ、時坂くん。今は一刻を争う状況。とにかく先を急ぎましょう。ヒイラギ、助かる。よろしく頼む。
おそらく倉敷さんはこの迷宮の奥にいるはず。急ぐわよ時坂くん。ああ、なんだってこんな仕掛けが。こっちは急いでるってのに。焦らないで時坂くん、迅速に確実に引き合ってみましょう。
ね。せい、いいものを手に入れたな。せい、やった、止めな。どうやら気を失っているだけみたいね。よかった、待ってろしおり。今下がって、時坂君。デカブツはエルダーグリード。あれを倒すことができれば異界化を収められるはず。だったらとっととぶっ飛ばしてやるだけだ。行くぞヒイラギ。まだ倒れねえのかよ。こ
ここは任せた。私が一気に決めるわ。はっ、もらった。やったのか。ええ、完全に消滅したわ。これはイクリプスの収束、現実世界に戻されるわ。任務完了ね。ここは元のレンガ小道の裏道か。ええ、もう夜だけど無事に戻ってこられたみたいね。しおり、こうちゃん、ここは私何をして。しおり、大丈夫かよ。おい、消耗しているけど命に別状はなさそうね。そうか、たく心配かけさせやがって。どうした、どこか痛いとこでもあるのか。ううん、やっぱりこうちゃんが助けてくれたんだって。こうちゃんなら絶対来てくれるって。なんだそりゃ、このアホ。当たり前だろそんなのは。ひとまず一件落着ね。でもこのイクリプスの頻度、やっぱり異常としか思えない。一体この街で何が起きているというの。